たまたま通学路の途中に陶器のお店が新しくできて、でそこに作家さんの作った焼き物がいっぱい置いてあって、でそれを見て、あすごくいいなと思って、あこれやりたいなと思ったのがきっかけですね。高校を卒業して、で唐津に行って、あの焼き物の勉強をして、でそれから五島に一回帰ったんです。で陶芸教室の仕事をしてて、で陶芸教室の仕事をしながら、あの穴窯を作ったりとかして焼き物を焼いてたんですけど、ちょっと五島を出て活動しやすいその養業地に行こうかなっていうのがあって出てきました。ここに来る前までは料理の器を作ってました。今は急須をメインで作ってます。だいたい5個ぐらいのパーツを組み合わせて作るんですけど、蓋を開けてお茶っ葉入れてお湯を入れて、で蓋してまた蒸らして出すっていうのがすごく使った感っていうのがあって、はい、なんか そこがすごい好きですね。大阪、京都、名古屋に交通アクセスがすごくいいので、まあお店とかもだからその辺にいっぱいあるので、そういう売る場であったりとか発表する場であったりとかっていうのを探しやすいというか、きっかけをつかみやすい場所ではあると思います。やっぱりその横のつながりがまああるので、例えばグループ展するけど一緒にしないとか、まあこういうお店があるけど今ちょっとギャラリーの方が作家さん探しててみたいな、こう話とかはまあいただいたりしますよね。なかなかその陶芸ってやっぱり設備がすごく大変で、それを全部自分一人で揃えるとなるとやっぱハードルが高いので、ここに来るとやっぱそういう窯であったりとか、その他のちょっとした道具であったりとかいうのをちょっと借りてやることができるので、はい、始めやすいと思います、陶芸の活動自体を、はい、今急須をやっててすごく楽しいので、もっとこうやっぱ急須作家さんになれるように、急須が一つの作品として見てもらえるような、やっぱり急須を作りたいなっていうのがまず今